ちは。こんにちは。ありがとう。お元気でしょうか。疲れてない。大丈夫かな。温故知新っていう言葉をご存知でしょうか。四字熟語になるんだけれども、古きを尋ねて新しきを知る。簡単に言うと、まあ、古いものを知って新しいものに生かしていこうという言葉です。ここでこれとアナログ主義、まあこれも簡単に言うと、古いものが好きな人たちと言います。で、このアナログ主義っていうことと対義語を作ってみました。対になること、アナログとデジタル。まあアナログっていうのが古いもの、デジタルっていうのがいわゆる最新のもの、最新のもの、ものが好きな人たち、こういう言葉を比べてみるのをあと2つ用意してみました。アナログイコールレコード、 MP3 音楽配信とかがいわゆるデジタルの言葉、まあいわゆるレコードっていうのは日本ではよくアナログ版とかいうふうに代用されることもあるんだけれども、まあ、レコードと MP3 音楽配信、まあ、MP3 とか音楽配信っていうのは多分知ってる方多いんではないかなと思いますが、僕もレコード、僕はやっぱりアナログ好きでレコードを昔よく聞いてたりとか、あとレコードがよく流れるジャズバーとか昔アルバイトしてたりとかしました。そして3つ目、アナログイコール生演奏、デジタルイコール打ち込むと仮定すると、まあ、このような対になることができると思うんだけれども、まあ、こちらの僕らは UU バウンスっていう、まあ、生演奏のグループをやってるんだけれども、昨今、例えば日本のテレビ流れる、音楽っていうのはやはり打ち込みがメインでボーカルさんたちが歌うというようなものもやはりいっぱい出てきていると思います。で、アナログが、あるからこそデジタルもできる、デジタルがあるからこそアナログもできると書いてますけれども、これをアナログイコール生演奏、デジタルイコール打ち込みとちょっと置き換えて考えてみましょう。生演奏があるからこそ打ち込みもいける、打ち込みがあるからこそ生演奏もできる。決して僕はアナログな人間だけれどもデジタルが嫌いなわけではないので、デジタル、いわゆる最近の音楽っていうのがよくわからない、アイドルの顔誰も区別がつかないってなると、そこら辺にいるおっさんになっちゃう。だからそういうふうには僕もなりたくない、そういうふうに思います。で、アナログ主義、まあ、いわゆる生演奏っていうのは結構見直されてきていて、こちらちょっとグラフを用意したんですけれども、音楽ソフトの配信っていうのは結構右肩下がりになってきてるんですね。かといって逆にライブ、生演奏っていうのはどん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 最近よく入ってきてる、右肩上がりになってる。一部のテレビ、まあどこ、某局ですね、某局だったら口パクが禁止になったりしたんだって。ニュースにもなったので知ってる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、もうある番組では、もう生で歌わないとその番組には出しませんというような番組も始まった。これっていうのはやっぱり生演奏っていうのがすごく魅力があるだと思います。で、音楽ソフト、これね、音楽ソフトっていうのはここの中にもいらっしゃるかどうかちょっとわからないんですけれども、自分たちで音楽を作ったことある人いらっしゃいますか？お、何人かいらっしゃいます。ありがとう。
音楽自分たちで作れる時代になってきたよね。昔って音楽ソフトって何十万円もしたの、すごく高かった。なんだけど最近はもう本当何万円台ぐらいまで値段が下がってきた。でどん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 個人で音楽を作れるようになりました。そうなるとどうなるかっていうと、個人レベルでね、すごくたくさん音楽が、いい音楽が作られていくようになります。すごい便利なツールが増えていく。なんだけど、俺が言いたいことっていうのは、ツールがメインになってるだけ。確かに、すごく便利な世の中になって、いろんなことが簡単にできるようになりました。だけど、昔の時代、アナログの時代っていうのは、こんな便利なものがなくても、すごく生演奏、伝えるものがあったはずですね。もっともっと昔の時代のことっていうのを知ってほしい。ここにいる若い子たちにはすごく最近の音楽以外、昔の音楽っていうのをすごく知ってほしいと思います。そういう意味でもう一度最初の言葉に戻るんですけれども、音個自身、古いものを知って新しいものに生かしてほしい。これっていうのは音楽だけじゃない。例えば映画もそうだね。 CG がすごく最近いっぱい使われている 3D の映画とか多いと思います。だけれども昔の白黒のハリウッド、まあ見たことある方もいらっしゃると思うんですけれども、すっごく面白いですね。その当時 CG なんて技術がなかった。だけどすっごく面白いもの作れる。皆さんと一緒、ここはもっと皆さんの周りにあることでも同じようなことが言えると思います。皆さんの一つ一つの生活の中で何かしらのこと、そこで考えてみてください。そうするともうちょっとだけ人生が楽しくなるかもしれません。どうもありがとう。我々ユーバンス演奏したいと思います。ユーバンスオンボーカル佐々木智和、拍手。ユーバンスオンベース青柳翔一、拍手。では青柳さんスタート。ユーバンスと申します。今日はよろしくお願いします。